はい、KW 社員と山口さくら子さんで送るコンスピラシーセオリーです。2024年も4月に入りまして新年度ということですね。ということで今年度もよろしくお願いします。さっきねちょっと外九段下をこう歩いてる時に新卒の人たちがこう、うんうんうん、たくさんこう集まってるのを見て、ね、なんか微笑ましいなとは思ったんですけど、まあ、この時代このタイミングで社会に出るってなると、まあ、まだ分かんないこともいっぱいあると思うんですけどこの先大変なんじゃないかななんて気はねしちゃってますけどね、うんはい。まあ、それをね僕らのようなこうちょっと長く生きてる人たちがこうなんていうかねこう光を照らして歩きやすくするようにするっていうのが、まあ、僕らの義務かなっていうふうにこうちょっと襟を正すような気持ちに一瞬になりました、うん、はい、はい、気がつかなかったけどすいませんなるほどいえいえ、はいはい、ということでまあ今ちまった特にもう僕らの業界界隈ではまあ大ニュースになってるんですけれどもさほどみんなそのまあみんな聞いてはいるけどもそれをこう議論するようなところまでには行ってないという事件がまあ起きました、はい、事件というか、まあ、まだ容疑なんですけれども、うん、ヒップホップの業界ではもうだから30年以上割と第一線で活躍して、まあ、多くのプロ作品をプロデュースしたりアーティストをこう輩出するような立場でいた、パフダディという ね、うんうん、人が、マイアミ と、LA ロサンゼルスの自宅マンションっていうんですね向こうだとね、うんうん、邸宅豪邸のことマンションって言いますもんね、うん、で、まあ、そこにホームランドセキュリティだから国土安全省が、はい、レイドしたと。レイドなんていうんですか襲撃っていうか、まあ元々の言葉がその襲撃から来てるんだけど、うん、まあその家宅捜査を一斉に、で、それも急な家宅捜査みたいなんですね。でもスワットチームみたいなのもいたじゃないですか、うんうん、だから下手したら武器で反撃される可能性があるという前提で言ってますよね。もう結局武器見つかってるから武器見つかってるしね、うん、だけどまああれは一つのそのまあプロットというかわざとテレビのカメラも呼んでるし、まあ、そういうふうにこう大げさに見せるための仕掛けでもあるとも思えるんですけども、うん、まずこのパフダディっていう人を、まあ、今はザラッと、はい、パフダディじゃなくて P ディティだっけ。今はねラブっていう名前なんですよめちゃくちゃ、はい、ただまあこの人は、元をたどるとハーレムニューヨークのハーレム、アッパーあれですよね、そのアップタウンか、はい、アップタウンのハーレムで、育ったと言われていて、で本名はショーン・コムスって言うんですよ、はい、で最初はショーン・カッコ・パフィ・コムスっていう、うん、まあだ名で出てきてて、で、まあ、プロデューサーになって、それがいつの間にかパフィが、パフ・ダディに変わって、うん、でだんだんそれがパフとか、あとパフダディから P ディディに変わったんですよね、はいはい、まあ、ダディがディディ、まあ、だから多分自分のそのね、まあ、もともとその大学生の頃に、モアハウスという黒人の黒人専用と言われてる大学から出て卒業してるんですけども、卒業してるかちょっとその辺は分かんないですが、その大学の中でパーティーとかイベントのプロモーターをすごくやっていて、まあ、それで、まあ味を占めてニューヨーク戻ってきて、モアハウスって確かアトランタなのかな。あ、そうなんだ、うん、ちょっとそこらをファクトチェックしてほしいんですけど、はいはい、で、まあ、ニューヨーク戻ってきて、でアップタウンレコードというレコード会社でインターンから入るんですよね、うん、でその時にヘビー D っていう、うん、ラッパーがいて、でヘビー D のまあヘビー D をイベントに呼んでライブをさせて成功してきたという過去があったので、ヘビー D と一緒にアップタウンレコードに来て、アップタウンのそのインターンとして
活動したんですね。で有名なところだとあのメリー・ジェイ・ブライジとか、うん、ジョデシ、うん、知ってますよね。ジョデシ、あ本当、うん、多分 あっちいた頃に、うん、ボーイズ・トゥ・メンみたいなグループで、でまあその基本そのアップタウンっていうレーベルはヒップホップの レコードレーベルでもあるんだけども、R&B 色の強い、うん、ちょっとそのまあソウル R&B のテイストをヒップホップと混ぜたものを売っていこうというそのマーケティングをやっていたレベルなんですね。でそこでジョーデシとかメアリー・ジェイっていうのが、まあ、すごくヒップホップと R&B をミックスさせたサウンドとして売れて、でもまあその力を持ちすぎたのか、そのアップタウンでパフダディが出てくるまでのアーティストとパフダディが出てからのアーティストはパフダディが出てからのアーティストの方がその後大きく売れたんで、それ前のアーティストたちがちょっとだんだんこう音の、まあ、あんまり目立たなくなっちゃったんですね、うん、だそういうのもあったのか、そのアップタウンからクビになるわけですよ、うん、でもそのクビになった理由も一つは、まあ、実力あるからもう自分でやった方がいいよっていう、そのアンドレ・ハレルというのが、ね、そうアップタウンのね、うん、その社長の判断だったのか、まあそれがまああの本当に鼻について追い出したのか、ちょっとそれはまだあの意外に分かられてないんですけど、うん、まあそのアンドレ・ハレルも死んじゃってるんですよね、うん、両方か、うん、あ両方だよね、うん、ミックスとフィーリングですよね、うんうんうん、でその後アップタウンを出て、アリスタレコードというメジャーレーベルの中にバッドボーイエンターテイメントというレーベルを作って、はい、でそこであのもう一枚目なのノトリアス B.I.G. ビギーと、うん、あと、まあ、クレイグ・マークっていうラッパーを同時に、サインして、うん、リリースするっていうような、 なんかこうプロモーションやったんですね、うん、でもそこからまあずっとトントン拍子で切ってたんですけども、まあ、ビギーが殺されちゃって、で、まあ、まあ言われてるのはこれまた後でもちょっと話しますけど、トゥーパックのその殺害にも関わってるんじゃないかとも言われてるんですよ。それはずっとここ1年ずっとパフダディ言われてることで、ビギーもって言ってたよね、言われそれはね、それは違う、ビギーはパックに対する報復じゃないかなと思うけど、うん、そのやっぱ当時の東西構想っていうのがあって、うん、で東はそのバッドボーイレコードだったけど、西はデスローというドクター・ドレとかスヌープのいたね、うん、レーベルなんだけど、まあ、トゥーパックとビギーがこう揉めてることでその東西構想がガーッと大きくなって、両方とも結局撃ち殺されて死んでるんですよね、うん、だからその最初に死んだのがトゥーパックだし、うん、トゥーパックはその前にもスタジオで強盗に遭ってるんだけど、それをその仕組んだのもパフダディじゃないかって疑って、うん、でずっとそれを言い出したことでもその揉め事が大きくなったんですけど、うん、でまあそれがずっとあって、パフダディも結局そのビギーが死んで93年ぐらいからバッドボーイが始まって、97年にビギーが死んじゃって、うんうん、でその2枚目のアルバムを出した後は、まあ、そんなに他にもいろいろラッパーをこう自分が契約するんだけど、まあ、結局その大して途中から面倒見なくなったりとか、まあ、そのアーティストの実力とかがまあだん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 こう先細りになっていくのかで、どちらかというとレコードレーベルよりもファッションとかあとお酒を売るというよう なんかそういうビジネスにどん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 こう、うん、そっちの方が旨味があるのか変化、うん、うん、そうみたいですよ、うん、でそのショーン・ジョーンという自分の名前を使ったファッションブランドはもう結構ね98、9年ぐらいから出たのかな、それがまあ僕なんかだからその当時ラッパーとかそのヒップホップの、まあ、プロデューサーがファッションブランドに進出することがこう一気に増えた時期ですね、うん、90年代後半ぐらいから、でそのパフダディは、ショーン・ジョン、うん、で JG は、ロッカウェア、うん、それからあとラッセル・シモンズっていう、まあ、そのもうちょっと先輩の大元の人は、ファット・ファームっていうのを作って、うん、で例えばメイシーズとか向こうのデパート行くと、はい、高級デパートですね、高級まあ中ぐらいじゃないですか、そうだっけ、うん、まあまあ
場所によって場所によってミッドタウンに、うん、まあ、あったりとか、うん、あとまあ例えば西海岸だとその本当に寂れたモールとかにもこうポカーンと名刺するとかってあったりするから、うん、まあ、うん、ピンキリだと思うんですけど、はいはい、そのニューヨークのマンハッタンのミッドタウンにあるメイシーズっていうのはまあ一応本店とされてるところなのかな、うん、そこの、2階か3階にあるメンズファッション売り場の中でも、うん、そのストリートファッションみたいなのがバーンとあって、うん、もうそこの一角を占めていてすごい売れてたし、もう俺も結構好きで90年代後半から2000年代前半ぐらいまではもうすごく、うん、まあ品も良かったんですよ、うん、で来てて人気もあったんだけど、まあ、それもそのどっかに権利を売って、でいつの間にかちょっとまあだんだん、まあ、ファッションなんて時代どんどん変わればね、あの流行も変わるんでちょっとまあおとなしくはなったんですよ。でおそらくそのラッセル・シモンズのファットファームいつの間にかなくなってたし、ロッカーウェアももうだいぶ別の会社になって、まあ日本のアパレルってそうじゃないですか、うん、いつの間にかなんかこうタオルとかハンカチとかスリッパとか売るようなメーカーになったりするじゃないですか、うん、だからそういう風になって、まあ、それはそれで成功ですからね、一種のね、うんうん、まあ、そんなこともあって、でそのうちあのお酒をその供給する、はい、まあねテキーラの会社をこう買収したのかな、でそれをあの大御所のそのアルコールなんていうんですか、流通ブラメーカーとこう組んでブランドをこう買収して、でそれを一緒に展開するというようなベンチャービジネスをやってたんだけど、それがまあ去年ぐらいからちょっと雲行きが怪しくなってきてるっていうのがまああって、でパフィがだからその会社を裁判して訴えたのかな、うん、だけど結局和解ということで告訴を取り下げたんですよ、うん、まあ、そういうこともあった上でちょっと今日のこの話をしたいんですけれども、うん、はい、そのまあ LA 多分ねここでも話してたことあると思うんですけどね、その去年の10月ぐらいに、昔付き合ってたキャシーっていう彼女が、まあ、何年か前から自分はその虐待アビューズされてきていて、でその自分そのパフダディと一応恋人関係ではあるんだけども、それ以外の男とこう 寝させられたりとか、でそういうのビデオに撮られたとかっていうことをまあ告発したんですよね。でそれによってまあ、それまでずっと、まあ、それをパフィーとかに、まあ、言い続けてたんだけど、何もその反応がなかったから公にしたらもう次の日に和解ということで、まあ、それ一応それはまあ本人たち同士の間方がついたんだけど、まあ、それによってそのじゃあ俺もと、私も私もっていう、すぐ和解してくれてお金くれるんだったらいろいろ告発しますよって人が今いっぱい出てきたんですよ。でそれによって今年になって出てきたのは、まあ、その時期一緒に過ごしていたと言われてるリル・ロッドっていうプロデューサーが、まあ、何ヶ月間かパフダディと一緒にそのアルバムを作るということで、ニューヨークでもマイアミでもロサンゼルスでも何日間か数ヶ月間一緒にいたんですよ。でその間に自分が経験したことを今回暴露したということなんですけども、暴露だしね、まあ、告訴してるんで調書も取られてるんですよね。で調書にいろいろ出てきてる名前が、まあ、それは多分この間のブラックエプスタイン的にちょっと話したんですけどね。でもそういうのもあって、まあ、それが原因で今回のことになったとしかタイミング的には思えないんですけども、まあ、このそのパフダディの自宅を一気に家宅捜査入ったということは、まあ、まだ何が理由なのかっていうのははっきり出てないんですね。ただそこでいろいろ出てきた映像だと、その中に入ってたのがいろいろ映像その、まあ、機器ですよね。映像を撮ってるのか音を撮ってるのか分かんないですけど、まあ、そういうものがたくさんあったりとか武器もあったりとか、あと各部屋にそういう録画システムみたいなのがついてて、うん、って言われてますよね、うん、だそこはだから本当にそのジェフリー・エプスタインの家と同じような感じなんで、はい、うん、だからまあ
そのブラックエプスタインなんていうふうには呼ばれてたんですけど、でそのそれがおそらくきっかけで今回この国土安全省が捜査に入ったということなんで、でそれがまあ一気にこの X とか、まあ、メディアでバーッと流れてきていて情報がだいぶ錯綜したんですよ、うん、でその辺はちょっとじゃあこの続きはまた、はい、このパート2で、うん